東本願寺、東本願寺、東本願寺、東本願寺は、京都府京都市下行区、唐須町市場にある新州大屋派、以下、大屋派の本山である。東本願寺の名は、通称で、正式名称は、新州本廟。愛称は、お東、お東さん。東本願寺という通称は、堀川七条にある、西本願寺、正式名称、 本願寺の東に位置することに由来している。2016年現在の文句尾は、平成8年、1996年に継承した、大谷徹明、清女。大谷派の最高規範である、新州大谷派、宗則、以降、宗則には、新州本廟は、宗祖聖人の新鋭を安置する、三陰堂及び阿弥陀堂を中心とする聖域であって、本願寺とも称し、 本派の数形の中心、教法先風の根本道場であると規定される。東本願寺、新州本領は、包括宗教法人である。新州大屋派に包括される単位宗教法人、非包括宗教法人ではなく、法人格を有していない。大屋派が管理する礼拝施設等、ガランの総称であり、宗教法人法による寺院ではない。宗教法人法による、 宗教法人の分類については、宗教法人単位宗教法人と、包括宗教法人を参照。東本願寺は、江戸時代に4度の火災にあっており、その火災の多さから、東本願寺と揶揄される。しかし、東本願寺が、火元となったのは、文政六年、1823年11月15日の火災のみである。 現存建造物の多くはどんどん焼けの後、明治期の再建だが、建築、障壁画等は、当時の技術の域を集める。三影堂は、境内のほぼを中心に位置する和洋の道場形式の道具である。屋根は、瓦吹きの重層入りの屋造り。外観が二重屋根であるため二層建築に見えるが、下部は木腰であり、単層建築である。建築規模は、 マグチ76メートル奥行き58メートルであり、建築面積において世界最大の木造建築物である。現在の建物は明治13年1880年に寄港し、明治28年1895年の完成である。平成16年2004年3月から平成21年2008年12月にかけて大規模修復が行われた。 総工費は約九十八億円である。三影堂の瓦の枚数は十七万五千九百六十七枚で、そのうちの三割は修復時の検査で合格した瓦を再利用して吹いている。再利用した瓦、明治瓦は、風雨にさらされにくいもこしの奥側、樹平瓦よりも奥に用いられている。道内は内人、外人、参拝席に分かれている。 内陣は横に7つの室に分かれていて、中央の間を内陣、本間と呼ぶ。内陣、本間側から左側の余り間を十時の間、9時の間、比縁の間と呼び、同じく右側の余り間を6軸の間、新六軸の間、ミスの間と呼ぶ。内陣、本間の中央に趣味壇場を設け、その上に小寿司を置き。 修祖神蘭の座像である、ご神英を安置する。内陣、本間の左右壇上には、歴代門首の映像が、ささぐ係りされる。平時は、十時の間の床上の中央に、奇妙神実法無儀公如来の十時名号を、ささぐ係りし、その両脇に、修祖神蘭と、弦門首を除く、大谷派御歴代の映像を鬼のに分けて、ささぐ係りする。九時の間の床上には、 南カ四季公如来の九字明号が捧ぐ係される。法恩公などの法要寺は捧ぐ係される絵像やその配置などが変更になる。かつては大指導と呼ばれた。その由来は明治九年1876年に明治天皇から親鸞に対して未、新大師の大師指号が贈られたためである。昭和五十六年1981年に 胸のりが改正された際、未、新大志号が削除され、同時に、大師道の故障が取りやめられ、三影道の故障に服した。阿弥陀堂は、三影道の南側に位置する禅宗様を取り入れた、仏堂で、本尊、阿弥陀如来を安置する本堂である。屋根は、瓦吹きの炭層入りもや作り。建築規模は、間口52メートル奥行き47メートルである。床面積比で、 三影堂の半分以下しかないが、仏像の大きさとしては、全国7位である。現在の建物は、明治13年、1880年寄港し、明治28年、1895年の完成である。三影堂と同様に、阿弥陀堂内も、内陣、外陣、参拝席に分かれている。内陣の本間中央に、趣味団を設け、その壇上の宮殿内に、 本尊、阿弥陀如来、木像、立像が安置される。また、本間右側の壇上には、聖徳太子御影の映像が、本間左側の壇上には、玄空商人御影の映像が、捧ぐ係りされる。内陣の、本間から、右側の余り間を、北予感と呼び、その床上に、内側から、龍樹大師御影、天神菩薩御影、どんら無傷御影の絵が、左側の、 南予館の床上に、道広自然寺御影、禅道大師御影、原神宗図御影の映像が、捧ぐがかりされる。北予館にはもともと、亀山天皇の天敗が法案されていた。2004年3月から2008年12月にかけて行われた、御影堂修復の際は、阿弥陀如来像の向かって、右側に、御影堂より先座した、ご神影を、仮の、ご寿司に安置し、 左側には、連女の映像、昭徳大使の映像、七高層の映像、法年の映像、とロ高層の映像が、捧ぐ係された。また、阿弥陀堂でご神鋭を安置するために制作された仮の、御図紙は、府中刑務所の行動の本尊の図紙として利用される。平成21年、2009年7月16日、三影堂を追っていた、修復用の巣屋根がスライドして、 阿弥陀堂を覆う。平成23年、2011年の、周祖神男性人750回ご延期法要後、阿弥陀堂の修復工事が行われ、平成27、2015年12月に完了した。工事では、耐震補強もされた。三影堂門は、高さ約28メートルの入りもや作り、本、河原武器、三角形式の二重門。 新州本病の見学を掲げる、京都三大門、東福寺、地温院の一つである、明治四十四年、1911年の再建。上層、非公開には、釈迦如来像、座像を中央に、脇地として向かって、右側に弥勒菩薩像、立像、左側に阿南尊者像、立像の三尊が安置され、浄土新州の聖意の,の経典。 浄土三部良の一つで、あ、仏説無量樹形の絵座を表す。また、その手前には、仏舎利が安置される。2013年1月、三影道門の修復が開始され、2015年12月に完了した。阿弥陀道門は、霧妻作り、日和田武器の四つ足門。正背面に、東波府を設ける。境内で、京都駅に一番近く。 段差のないバリアフリーの門である。江戸時代中頃に空門の名称で建てられる。現在の阿弥陀道門は、三影道門と同じく明治44年の再建である。消失した阿弥陀堂を再建する際に規模が拡大されたため、三影堂の正面にある三影道門と異なり、阿弥陀道門は阿弥陀堂の真正面に位置していない。北予感。 元亀山天皇の天牌があった北予感正面に門が来ている2012年1月、阿弥陀道門の修復に着工する予定である。2012年に着工されなかった。参拝接待所は、東本願寺、新州盆病の総合窓口である。昭和9年、1934年に、志なっし書に変えて建てられる。新州盆病集骨、趣味断集骨。 本山道教、非形式の申し込み、受付のほか、本尊、造反の授与、恩紙の受付などの窓口業務を行う。平成10年、1998年には、連御承認500回後延期の記念事業として、参拝接待所北川地下に、新州本廟市長格ホールを増設した。また参拝接待所と市長格ホールの間に、展示ギャラリーを併設する。 総合案内所は、案内所としての機能のほかに、休憩所や喫煙所、出版物販売部などがまとまっている建物である。平成21年2009年、三陰堂修復事業の一環として改修される。境内の諸施設を統合管理する防災センターを併設する。渡る庭園は、近接する飛び地境内にある地線回遊式庭園。 昭和11年1936年国の名称に指定される。別名、空立地亭。同法会館は新修同法会運動の一環である新修凡病法師の参加者のための研修宿泊施設である。昭和33年1958年11月に着工、翌年11月に完成。仏素数計の年を厚くする。 無常仏道を聞き開く、同心同行の交わりを深めるの三つの願いに立って、間に私自身の人間性を回復することを目的とする。新蘭交流館は平成二十七年二千十五年に開設された京家センター。新蘭交流館定例法話や東本願寺日曜公演が開催される。所在地は、 下京区諏訪町通り6条下る上柳町199特別な儀式、法要、行事のない日の予定。儀式、法要などが営まれる日は日程及び時間を変更する場合がある。診断の入密から本願寺東西分立までの歴史の詳細については本願寺の歴史を参照。文禄元年1592年11月24日。 本願寺十一代、賢女の自弱に伴い賢女の長男である、京女、孔樹が本願寺を継承する。この時、石山合戦で牢城した強硬派を側近に置き、賢女と共に、詐欺森に退去した、恩賢派は徴用しなかったため、教団内に対立が起こる。文禄二年、1593年ウルー九月、京女は、豊臣秀吉の命により退院させられ、 順序に保守が継承することが決定する。協女退単位を参照。慶長7年、1602年2月、御用税天皇の直居を背景に、徳川家康より、カラスマ六条に、寺地を寄進され、協女は、本願寺の第十二代に就任する。このことにより、本願寺は、堀川七条の本願寺と、カラスマ六条の本願寺とに分立する。詳細は、 本願寺の歴史、教女隊員、本願寺分立のセクションを参照。慶長8年、1603年11月10日、阿弥陀堂が落成する。慶長9年、1604年9月16日、三影堂が落成する。上皇元年、1652年、規模拡大のため三影堂の再建に着手する。明暦4年、万事元年。 1658年3月28日、三陰堂が落成する。関文7年、1667年、規模拡大のため阿弥陀堂の再建に着手する。関文10年、1670年3月15日、阿弥陀堂が落成する。現時元年、1864年7月20日、金門の変を発端とする陛下が元となり、京都市外は、 どんどん焼けと呼ばれる、大火災となる。東本願寺も理災し、三掛堂、阿弥陀堂、渡る聖園などが乱の大部分を失する。昭和52年、1977年11月2日、東本願寺爆破事件が起きる。昭和56年、1981年6月11日、新、新州大屋派、宗則、新しい胸発布。 胸塗り改正に伴い、保守を廃止して、文首を新たに設け、本願寺住職及び、館長の役職を廃止した。詳細は、お東騒動を参照。昭和62年、1987年12月、宗教法人本願寺を、宗教法人法に基づいて、解散の登記を行い、宗教法人本願寺は、宗教法人新宗王や派に、九州合併される。 このことを、総本一体という。当時の保守は、第24代保守戦所。合併により、東本願寺は、法人格を有さない寺院となり、新州大屋派の本山としての礼拝施設となる。正式名称は、新州本廟に変更される。また、東本願寺の通称も公式に併用している。平成15年、2003年11月。 周祖診断成人750回後延期の特別記念事業の一環として行われる三影堂修復のため三影堂に安置している五神影周祖診断の座像を阿弥陀へ移す五神影堂座式を取り行う五神影は阿弥陀堂の本間右側に新たに設けた仮の御寿司に安置する平成16年2004年3月4日 新修盆廟見陰堂をご修復機構式を取り行う。修復は、機械体修理を基本とし、素屋根工事、瓦吹き替え工事、小寿司、趣味団の修復を含む、内陣、外陣等の微装工事、大工量鉄骨補強補強を含む、構造補強工事、耐震補強工事、土井吹き工事、木工事、金属工事、外部、喫茶器械物工事等の大規模修復である。 平成21年2009年8月3日、三影堂において、新州本廟三影堂修復春公式が執り行う。同年9月30日、阿弥陀堂に安置していた御、ご神鋭を三影堂の御寿司に戻す、中祖神蘭成人ご神鋭、看座式を執り行う。同年11月20日、三影堂ご修復完了報告法要を御主する。 2017年4月26日、東本願寺の職員二人に、過去数年間サービス残業、多い時で月130時間以上をさせていたとし、未払いの残業代、約660万円を支払ったことを明らかになった。二人は、寺の研修施設に宿泊する門徒の世話を担当する、歩道と呼ばれる職員で、寺によると、1973年、 昭和48年に、歩道には残業代を一切支払わないとする、違法な取り決めをしていた。また、全国の教務所でも残業に必要な労働基準法、第36条に基づく、労使協定、36協定を結ばずに、職員に違法な残業を行わせていたこと、元山州務所の残業についても、労使協定を結んだ、新総や派職員組合が、 協定が法的効力を持つために必要な労働者の過半数で組織する労組に該当しないため、本山の残業も労基法に抵触している可能性があること、昨年12月に本山を管轄する京都下労働基準監督署から林検と呼ばれる任意の立ち入り調査を受け、職員の労働時間を適正に管理していないとして行政指導を受けたことが明らかになった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。